いや久しぶりにもう一回言うね。どうした早かった最速だ最速だ久しぶりに久しぶりに4人集まりましたよ。そうですね、直接ね、実際会うのね。そうね、役者が集まりました、ね、役者がね、まあね、言われてんでしょ声優なれって言われるわ、言われてるよ ね、毎動画書かれるんでしょ声優やればいいのにって言われる。ずっと喧嘩してんだよそれ、ね、ということで声優4人で、はい、芝居道をやりたいと思います。はい、まあ、軽くやったことはあるよね。なんかやったね、昔6、7年前ぐらい。もう出るやつをしっかり演じるだけだよね。なんかイベントでやったんだよ、確かイベントでやった気がする、うん、じゃあまあ 1P2P に分かれて、はい、まあ、演じるんですよ。なるほど、あの、うん、変な声とか出さなくていいわけでしょ。いやもうこれはもう声優だから怒られるでしょ現場で。俺ら声優の現場でさ、ね、うん、やっぱふざけたら怒られるわけですよ。やりきれってことですね。下打ちされんだろうな、ちゃんと。しきれよ。それ違うんだよ、それ超パーティーだよ。じゃあこれ、じゃあ俺 2P 行きましょうかね。コウジ先輩、ズリーズリー。いや目の前にあったマイクが 2P だったんだよ。ヨーコどうすんの。おヨーコやれよ、ヨーコ指示やってよ。ヨーコ牛こ私目の前にあったから、意外とノリノリ。持ち直れもできそうだったけどね。確かに、うん、まあ固定した方がやりやすいのかな、まあまあ、そうそうそう、どうなんだろう。じゃあ放課後の屋上、これマジでやるから、はい、まあ、だってふざけなくていいでしょ。のふざける必要ない、演じるゲーム、演じましょうこれまず、はい、チュートリアルだから。よく下ろすわ。あれよく下ろした。俺はコウジ、コウジコウジ。ヨーコは高校2年生、うん、ちょっと内気な女の子なのですが、今下ろしてるし、今日は思い切って憧れのコウジ先輩を屋上に呼び出しました。ああもう降りた、降りて降りて、なぜなぜ設定大事。それは卒業していく彼に勇気を出して告白するため、うん、さあそろそろ卒業式も終わったようです。先輩は来てくれるでしょうか。お今どっか行ったわ。俺のコウジ像飛んでった。東野浩二。全員に敬語ね。屋上で。よしよし。はあ、浩二先輩、まだかな。陽子くん。うるさいって。あ、先生。パイセン。ごめん、遅くなっちゃって。ちょっと息がいやらしい。あのこっちこそすみません。どうしたの？こんなところに呼び出したりして。卒業おめでとうございます先輩。ああ、うん、どうもな。あれグッドだね。あとずっと変わりっぱなしになってた CD、 ん、すっかり遅くなっちゃってすいません。どうもありがとうございました。ああ、はいはい、これか。どうだった、結構良かったでしょ。ああ、はい、はい、この曲とか、はい、ああ、これかいいよね。あ、じゃあこっちの曲とかも結構好きなんじゃない。はい、よかったですそれ。声でかいな。じゃあ今度別のアルバムも持ってくるよ。でもあ、そっか、もう学校来ないもんな俺。はい、はい、あれ、ようってもしかしてこのことだった。はい、ないのCD だったら別に教室とかで渡してくれてもよかったのに。ああ、そうですよね。それは、そうなんですけど。ん？どうした？なんだよ、急に。黙り込んじゃって。私たちって、もうこれっきりになっちゃうんですね。あら。ああ、うん、そうだね。陽子くんに会えなくなると、俺も寂しいよ。私もです。だよな。私、本当はその CD 返したくなかったです。でしょうね。あ、そんなに気に入った？いや、それはそうでもないんですけど、そういうことじゃなくて、CD だ、その、先輩のものだからずっと持っていたかったな、とか言っちゃったりして。え？先輩、え？先輩って今、付き合ってる人とかいるんですか？いないと思うんですけど。いやいないけど。アドリブが多いのよ。じゃあ、好きな人とかは？どうしてそんなこと聞くの？いや、その…うまいの？どうしたの？怖いんだ。どうした？私ずっと前から先輩のこと
ですけどどう思います？よかったら先輩、え、先輩の第2ボタンもらえませんか？うまいな後ろ。あー無理ごめん陽子くん。え、教授、俺第2ボタンは本当に好きな子にあげたいなって思ってて、だから、この流れで陽子お前無理そっかタイプじゃない。先輩好きな人いるんですね。あら、あ、生意気に、うん、まだ気持ちは伝えてないんだけど。そうだったんですか。ごめん陽子くん、ごめん陽子くん、全然気づかなくて本当にごめんな。本当ですよ。あ、ごめん陽子くん。あー、え、終わっちゃうの？バッドエンド、バッドエンド。嘘、いける流れじゃないのあれ。うまい、相当うまいんじゃない。やっぱ俺ら感情のね、実況者だから。まあそうね、うまかった。あ、確かにちゃんとうまいと判定されてるじゃん。そうね、滑舌がいいかもって書いてあるしいいかもはないの俺も滑舌悪い判定なんだあれ。ウシ滑舌悪いよいつも。そうか、何言ってるか全然わかんないもん。何言ってるか全然わかんない。全然わかんない。今のも分かってなかったから全然わかんない。今日も何言ってるか全然わかんないってこんな感じね。こんな感じ、こういう感じで、ね、多分次の。うまかった、うまかった。 ありがとうございます。もうすでにね、俺としては汗だくです。マジ言われてんだろうな、これ声優じゃんって。あ、言われてるね。今回も言われちゃうんだろうな。声優より上手いって。え、声優ですかってサメコで言われてんだろうな。声優いらないじゃんって過激なこと書かれてんだろうな。返信欄見ちゃダメだよ。それに怒ってる人もいるんだろうな。返信欄絶対見ちゃダメ。声優舐めないでくださいちょっとお二人はどれやりますか？何がいい？今日何でもいいよ。これ選んでもいいですよ。確かにやりやすそうな。俺どっちでも合わせれるから。さすがやってるからね、人間に声優は。そうだね。うん、うん、もう分かるよ。どうもやりやす、どうしよう、面白いやつやって選んで、うん、確かに。まあ、でも長すぎないやつの方がいいか。オクションやる、もう一回。確かにね。あ、確かにね。牛沢ガッチマンバージョンもね、あるからね。実況下手くそだな。第2ボタンの行方って書いてる今。え、続きじゃない。あ、あるんだ。わ、続きだ。あ、でもこれは俺と牛で見たいでしょ。あ、確かにね。うん、選ばれたわけじゃん、この、ね、確かにオーディション受けて。じゃあ俺ら屋上1やろうかな。行かれてんの。じゃあこれにやる、嫁と姑。お、じゃあ嫁やろうかな。面白そう。楽な方やん。じゃあこっち一品かな。姑はだって楽そう。楽そう。楽とかないと思うけどな、これ、俺ら等しくきつかったもん。どっちも別にきつかったからね。もあんま関係ないもん。むしろキャラ立ってる方が楽だと思う。なんだ。そうね。ピボの方がなんか。そう。それ任せるわ。じゃあいきますよ。はい。あ、意地悪のが似合うんだろうな。似合いそう。見せてもらいましょうか。あ、で俺らの後きついだろうね。あ、そうだろうね。プレッシャーだろうね。あ、そう、大御所だもんからね、俺たち。新婚夫婦とお舅さんの3人が暮らしておりました。旦那様の名は正雄さん。いい人なんだけど優柔不断がたまに傷です。奥様の名は直美さん。新婚さんの甘い気分を満喫したいけど、そういうことだね。お舅さんのせいでそれができなくてイライラ。イライ。あら。そして、まずいですよ。二人の愛を邪魔するお舅さんは正雄さんのお母さん。何かというと藤島家のしきたりを持ち出して直美さんをやっつけています。子離れできないんだな。そんな3人が迎えたとある日曜の朝。フレームをちゃんと覚えてサークして壮絶なバトルの開幕です。役者だ、役者だね。結構声優っていうかもう役者の域に、役者なんだ、俳優さんだろうな。そっちの域に行くわ。そうだね、はいはい、味噌汁ウォーズ。はいはい。あ今じゃねえだろ。自然にやっとけ。うん、あ、うわ、なんなのこれ。鼻につく、鼻につく芝居だな。ちょっと、この味噌汁辛すぎるわよ。それにこれ煮干しで出汁取ってるんじゃないの。ちょっといいな。そうですけど割といいな。お、あ、困るわ直美さん。こんなことじゃ藤島家の嫁として失格ですよ。うちの味噌汁はね、カツオだしなのよ。いつも。あら、やだ、申し訳ありません、お母様。あ、もう攻撃だな。最近お母様とかイライラしちゃってる。めちゃくちゃ、もう攻撃の姿勢だ。私、てっきりカルシウム不足かと思って、ね。嫁も言うね。あ、そういう感じなんだ。お味噌汁でカルシウムなんて取れなくて結構。三河健一なのよ。
濃すぎるのよ味が。寄せるな。飲んでんじゃないんだから。寄せるな。あれは気がつきませんでしたわ。私たち夫婦にはちょうどいいお味だったんですから。あ、マサオ、マサオも来た。やっぱりお年を召すとそういう風に同じになるのかしら。マサオ関わらないようにね。マサオさん、逃がさない。いや、マサオ、あら、マサオちゃん。マサオちゃんだけはお母さんの味方じゃなかったの。あ、そういう関係なんだ。あ、マサオちゃん変わっちゃったわ。マサオ、昔はもっといい子だったのに。本当に誰のせいでこんなに変わっちゃったのかしら。ねえ、ナオミさん、私のせいだとおっしゃるならはっきりそうおっしゃったらいいじゃありませんか。あら、やっぱり自覚が終わりなのね。あ、やばー、マサオ逃げて。ほんとナオミさんが来てからろくなことがありゃしないわ。せめて子供くらいは早く産んでもらう。ああ、やっぱこういうこと言うんだよな。よくないね、これ。でも、マサオさん、最近お仕事がお忙しいみたいだから。な、それじゃあまるでマサオちゃんが悪いみたいじゃないの。それに私たちまだ当分子供はいいかなーって話したんです。孫が欲しいんだな。うわー、そんなのマサオちゃん。あ、やったやった。そういうことはお母さんに相談してっていつも言ってるじゃないの。いや、その…なんか言えば、さ、これは私夫婦の問題なんです。おお、あー、痛い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 。俺、アタリアのテンションだ。ナオミさん、あんまりだよ。そうやっていつも私をのけ者にする。アタリアの痛がり方だったから。あ、痛い。ナオミさん、さてはあなた、私が台所の隅で出がらしの渋茶すすって戸棚で固くなった大福喉に詰まらせて僕に言っちまえばいいって、そう思ってるんでしょ、こんな鬼嫁。ぐっ、そんな。私何もそこまで言ってないじゃありませんか。うあら、やだ、ナオミさんとか、いつも泣けば済むと思ってるんだから。脚本こっちの方が面白くない？面白い。悔しいな。なんかずるいな。うん、確かに。そうやってなさ。いつもいつも。一体マサオちゃん、どっちの味方なの？あ、いいね。いい。はい、終わりだ。マサオ？マサオ！なんか言え。なんか言って終われ。あ、よかったよかった。すごい、どんどん会話が続くからね、これ。母ちゃんずっと手で何かやってたもん。ずっと手を動かして演じてたもんね。読み間違いが多いかもしれない。声が大きいとそうなりやすいのかな。かなシュート目上手すぎるだろ。それでも正確さが低いね。確かに。そうね、さっきからそうだけど滑舌いいがないもんね、みんな。そうね、声量とか完璧なんだけど。あそこ全員マックスだからね。それでやってるからね。それでやってるからね。声量と感情でやってるから滑舌は捨てたもんね、俺は。そんだけでいいんだもん。いらないもんね。いらない滑舌は。そんだけで十分だから。そういうことか。身についてなかったわ。声量と感情って。時代劇っぽいのもあんだね。時代劇の方が演技はしやすそうだね。なるほどね。じゃあ、ちょっと変えるか。そうだね。うん。うん、俺と組み合わせを変える。組み合わせいく、はいはいはい、じゃあ、キヨ君やるか。あ、はい。ほぼ同じ見た目だけど、この二人。そうね。どっちがどっち、これガチさんが 2P だった。うん、俺は 1P か、読めなかった。こっちが 2P だったね。じゃあ俺、桔梗屋、総兵衛ってことかな。暴れん坊大官。そうだね。で、桔梗くんが黒崎勘外優。勘外優。勘外優さんかな。勘ガルみたいな。勘ガル。勘外優。はい、OK。どっちマーク代官なのかな、これ。いや、片方はお店、あー、まあ、悪いやつというか。どっちがワンダみたいなこと書いてあったけど。ここはお江戸の八百夜町。将軍様に献上するかんざしを決めるための俺ら時代劇もできちゃうんだもんね。城下はいつになく見渡るできんのよ。あ、なんでも、なるほど、かんざしを作ることになった。俺がこの、あれか、桔梗屋と小ずるいタイプの感じかな、ね、けれど桔梗屋は出来上がりを見聞する悪大官の黒崎。悪大官の割には細いな。裏で隠していた。狸的なイメージあるのに。これが黒崎ね。うん、やっちゃうわ。残ってる残ってる。税務署の。これ半沢直樹の黒崎。あ、そういうこと。半沢そう。牛が気づいた。いいやつになってて。黒崎様、桔梗屋でございます。おお。
を聞きようや。そんなバカそうな待ちわびておったぞ。さあさあ入れ入れ。入ります。ああ。そんなそそっかしい。巷はすっかりご現状の腕比べの話で持ちきりのようじゃの。ええー、町の者はみんな祭り騒ぎが好きでございますからね。うるさいのお主。しかし、そもそも腕比べ時代、できるものかどうか。ああ。クック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 クッ。ね、清屋、三好屋の方はどうなっておる？悪そうだな。はい、三好屋には後取り息子があるのですが、これが手前どもの賭場にそれと知らずに出入りしておりましてね。秘密とか守れないと思う、ね。さては、店の金をしこたまつぎ込んでおるわけか。いい。イカ様博打とも知らずに哀れなやつ。まあ全てこちらの思惑通りに住んでおります。さあもう一杯。いつもながら全く大した手腕じゃのう。つくづく敵には回したくない相手じゃ。これは恐れ入ります。ところで、お主、例のものは持参しておろうな。もちろんでございますとも。ならば、はよ見せぬか。チラスでないわ。いや、バカ。この品を手に入れはなかなかの骨折りでしたもので。おお、そうか、これがあの、はい、妖刀村正にございます。こいつが何でもってるとこのずっしりとした手ごたえ、すごみのある輝き、まさに聞きしに勝る名刀。いや、妖刀じゃ。早速、切れ味を試しにかけなければな。いやいや、お待ちくださいませ、黒崎様。近頃はお上の目も厳しくなっております。ほどほどになされた方が。ならぬならぬ。こやつは今宵人の生き血を吸いたがっておるのじゃ。いたしかたございませんな。黒崎の名前にわかりません。ではお出かけになる前にもう一つだけお納めいただけませんか。なんで、なんじゃ。これはほんのつまらないものでございますが、黄金色の菓子でございます。これはまたダイソーうまそうじゃの。手前どもが滞りなく飽きなえますのも、ひとえに黒崎様のお力とやればことでございますから。とかくこの世は金がいるでの。心得ておりますたまですが、その見返りに三好屋の件は何とぞ吉名に。無論分かっておる。いや待てよ、いっそ三好屋の主をこの村正の露にしてくれるというのは何やろう。おやま、それはまた水郷な。しかしそうとなれば手前としても黒崎様がお出かけになるのをお止めするわけには参りませぬな。班長は桔梗屋、お主もつくづく悪よの。いえいえ、何をおっしゃいます、黒崎様にはとって。素晴らしい。絶対小声でしょこれ。素晴らしい。黒崎様、声量絶対やってない。嘘でしょ、ちゃんと読んでたでしょ。絶対 C に合ってないって声量。黒崎様。あと俺が喋ってる時のえポーじゃないの。めちゃくちゃバーカバーカ。じゃあ、あー面白い。じゃあいいな、ウッシーとガチさん、はい、確かにあの振り切れてる役いいな。こんな役やるかい。またまあまあどれでもいいですよ。まあね、アフダイカの2位いく？どうしよっかな。男の方がやりやすいかな。そうだね。2はなさそうだね。あれは終わってんだろうね。全然いいけどね、女子で。ロミオとジュリエットいいじゃん。あ、ね、あ、どっちが優秀？ああ、まあ、またそのタイプのやつか。あ、まあ、恋愛じゃない方がいいからね。
プシちょっとプシ確かにいろんな役できるから、ね、恋愛ばっかりやっぱ演技の幅カメレオン俳優だもんね、牛は。そうなのよ、そう言われてるもんね。そういう人もいる。須坂牛沢だからね。お姉様と須坂牛沢、確かにこれガッちゃん得意だよ。俺どっちがいいの。しごきいじめ、しごきいじめ、あ涙の猛特訓。どっちかどっちかどっちになった今。俺がつけてたのがこっちだね。ガッチさんが緑ちゃんかな。で牛がいじめる方かな。この感じいじめっていうかお姉さん、あ、そうだ、牛に B だわ。そう、あ、そう、さっき俺悪大官やったから右だわ。そうだよね、悪大官こっちだったから。じゃあこれでいいですか。これ 2P、 あ、あの、せ、あ、先輩イビリといえば牛でしょ。まあ、そうだね、うん、先輩イビリイビってきたもんな。そうね、私が1年の時もっときつかったよ。わー、出た出た1年ブブブ、1年だしってよく言ってるもんな。ホバミドリはテニスの名門西南高校に入学したばかりの1年生、うん、女子高校テニス界のエース薫乃木に憧れてテニス部に入部しました。けれど大会3連覇を狙う薫乃先輩となぜかダブルスを組まされることになったから。降りてきましたか。そいつ降ろすな、降りてくんな、邪魔すんな、抜けろ今すぐ。ずっと残ってる。何を言うんですか。城崎様、城崎様。全部全部包むけど。あ、いいねいいね、かっこいい、かっこいいね。あの薫先輩、あ、なんだ見とけ。何をグズグズしてたんだい。まったく君はのんびり屋さんなんだから、さあ来いで、大会まで時間がないんだ。おお、かっこいい。とっとと練習を始めなくちゃ。私これ、お、黄金色の。おい、おい、退部届けって、緑君、あれやめんの。すいません先輩、許してください。どうしたの。理由を聞かせてもらおうじゃないか。やっぱり私なんかに薫先輩のパートナーは無理です。あ、いや、小石先輩ダメなんです。ああ、そうか、2年の取り巻きの連中に何の何かがあったんだね。先輩、間違ってます。そういうことなんだ。先輩、何も言われてないか。先輩動揺してる。いいかい、よくお聞き、誰が何と言おうと私のパートナーは緑、君なんだよ。あら、ダブルスなのか。いいえ、やっぱり私は釣り合わないんです。いいや、君なんだ。どうしたんだって。最後先輩、天才のパートナーなんて私に。天才、ただ私が天才だって。あ、とにかくもう決めたんです。ドライ、ちょ、待て、ドライ、やめます。緑、待って、緑、ドライが待つんだ。緑、え、ラケットを持ってコートにおいで。え、でも、おいで。最後の練習ぐらい付き合ってくれるだろ。先に行って待ってる、急いで来るんだ。いいね、ちょ、来るよな。あ、先輩、いやいや、来て。聞いたことある、カオルの君が例の下級生と試合なさるんですって。あれほど、なんか噂されてる。言っておいたのに、まだカオル様のパートナー気取りなの。こいつ誰だよ。嫌なこと言われてんだ。用意はいいかい、緑。あ、何を。私のサーブを一度でもいい返してくれ。あ、いた、先輩、どういう球の飛び方。返せって言ったろ。タイム届けよ。おラケット持てよ、ほら。君が返せるまで私は何本でもサーブを打ちないかい。おら立てよ、ほら。私から1ポイントでも取られてやった。大病を認めてあげるよ、緑。そんな、先輩、それ大物ですよ。だって無理です。途中から違いますって。ガチさん途中ガチさんいいの。途中ガチさん応募ですよ、応募ですよ。そんな応募ですよ。また噂されてる。先輩、ほんと無茶ですってべ。先輩の目がこ、怖い。先輩本気だ、本気なんだ。燃えてるね。ほら緑立ちなさい。緑、突っ立ってるだけじゃ弾は返せないよ。痛い。おぉ、おぉ、立て、痛くねえだろこんなの。息が…あ、甘いっちゃ行くぞ。咳出てる時のガチさん。カオルの君もいい加減、あの子に嫌気がさしてきたのよ。これ嫌なやつ。ラケットを拾え、立つんだ緑。先輩、無理ですって。私は先輩のような才能…おりゃー。痛いよ。先輩、立て、緑。死んじゃいます先輩。立てと言ってやる。緑、お、まだ終わんねえぞ。俺もう行っちゃう。緑かわいそうすぎるだろ。まだ終わんねえぞ。緑、やめて、やめて、これも行っちゃう。やめていいよ、やめていいよ。たまらない。出てきた、痛い。いい君。悪いやつらだな、こいつら。俺もよくないよな。あ、
怖っ。嫌なやつ。人形劇。あ、また立てねえのか、緑。みんなの刺すような視線、痛い。ほら。あ、もう嫌。逃げ出したい。ほら。うわ、顔。顔、顔。こんな目に遭わなきゃいけないんだろう。なんで。ヒット。立つんだ。いや。いやです。立てと言ってるのが聞こえないのか。エブシ、先輩、どうしてどうしてこんな。おい、返すまで終わんねえぞ、ミドルギー。おい、言ったはずだ。君が一球返すまでは、それまではサーブを打ち続けると。ああ、ひでえ。俺が立て。もう、そっか。打ち返さないと、先輩、許してくれないつもりなんだ。偉いな、こいつ。俺が立てよ。だから、打ち返さなきゃ。そうだ、緑立て。そして構えるんだ。返さなきゃ。お構えと。一球でもいい。ちゃんと先輩の立つあのコートに返さなきゃ。ちょっと、あの子まだやるつもり？あ、いい加減飽きてきちゃった。いいよ、お前ら。緑行くよー。あう。手が、すごい。フレームに勝っただけなのに、こんな手がビリビリしびれて。見込みが甘い。タイミングが遅いから追いつけないんだ。おら、はい、いい感じになってきた。おーおーおー、前後左右常にフットワークを意識して。はい、疲れたふりしてんじゃねえぞ。そうだ、ちょ厳しいな、厳しいな。お前ら動けんだろ、疲れたふりしやがって。あ、これだと先輩と同じコートに立ってるのは今日が最後。ノアノア、あ、そうか、今日が最後、てんてんてん。だったら精一杯やりたい。悔いが残らない、そのように。あー、噛み間違えた、このままないように。途中途中ガキさん出てくるんだよ。先輩にぶつけるんだ。ああ、アウトじゃん、当たるもん。アウトだよ。まともに打ち返した。でもアウトよ。帰れ、お前らもう。こいつら、ずっと見てるな。なんなの、今の感触、今の手応え。主人公。お、そう、そうだ、緑。カオル先輩はまさか。しかし、残念ながら今のはアウトだ。次行くよ。今のレシーブを。次行くぞ、緑。もう一度、あ、コーナーギリギリをつくあの稲妻サーブこそ。こいつら面白いな。テニムっぽい。私の稲妻サーブ返してみろ。ダメだ、追いつけない。きっと何か掴めそうだ。あ、さっきだった。そう、その目だ。見てから動いたんじゃ間に合わない。私が君の中に見出した可能性感じる。ここいい。ボールに対する野生的な集中力、全身と感じ取る。私に必要なパートだ。性格性じゃない。いや。ちょっと追いついたわよ。ボールで触ったわよ。まずかの。でも才能があんだ、緑には。ね。はあ、はあ。緑、君は私が天才だと言ったね。だが天才と呼びにふさわしいのはむしろ。はっ。届け。おお。どうした。バット。あ、入った。あ、入った。そんな。嘘、入っちゃった。なんで気持ちいいの。こんなの初めて。やるな、やるだけうまいな。テニスって。なんでそこだけうまいんだよ。こんなに。お見事だ、緑。素晴らしいレシーブだったよ。先輩。これでパートナーとしての最後の練習は終わりだ。これ最後じゃないぞ。今までお疲れさん。あ、はい。ありがとうございました、カオル先輩。ん？私はもう君の先輩なんかじゃないけど。え、あ、じゃあね、さよなら、緑。意地悪だな。はい。終わった。はい、終わっちゃった。やった、終われる。やっと帰れるって。そういう君たちは私のサーブを返したことがあるのかい？あ、その。ほら、打ってやろうか。こんな陰でコソコソするような人たちがチームメイトだなんて。あ、スカッとする。汚らわしい恥を知れ、クソが。二度とな、面見せんじゃねえぞ。ひっとや、暴言だよ。待ってください、カオル。あんな暴言吐かれたの。待ってください。強いなぁ、うん、これ、全然ハッピーエンドじゃないのね。あ、でも、あ、声量と感情はね。あ、感情がな、惜しかったな。確かに。おー、ずっと同じグラフ見てる。最後と同じ。ずっと同じの。どうやってやったらよくなんだろうね、あれ。ねえ。こんなに正確なのにね。ねえ。どうしようかな。あと2通りで。はっついだもん。コンペまたいるんだ。ねえ。お、スリーとかまである。
これがさっきの続きなのか。続きだね、になるんじゃない。へえ、どれが続きみたいかな。じゃあ、ウッシー、キヨくん、やりたいの選んでいいの。やりたいの選んでいいですよ。下の方の、はい、処置室か。おー、処置室なんかおもろそう。そうね、場所がいいよね。処置室にする。処置室にしよっか。はいはいはい、どっちにしますか。どっちもいいよ。さくら健二先生。はい、じゃあこっちが一品だね。どっちでも、うちどっちやりたい。さくらやりたくなっちゃうけど。あ、だから健二先生やるわ。2P ね。うん、ナースかな。ウシがさくら、はい、で、キヨくんが先生ね。はいはい、ケンジね。先生あ、でも確かにセクシーな感じだったもんな。先生ここはカソヌ村でたった一つ小さな診療所。どうせつもりそう。そしてこの診療所のたった一人のお医者様、それがケンジ先生です。はい、一見冷たそうな彼ですが、腕はピカイチ。患者さんの信頼も厚いんですよ。いい人なんだ ね。そして彼をサポートするのはさくらさん。私よ。先生の愛想のなさもフォローする明るく元気な看護師さんです。明るく元気なんだ。実はちょっと先生のことが好きみたい。あら、あら、でも先生には恋人がいるんです。妖艶だな。それは先生がこの病院に赴任してきた1年前のあの日、急患で運ばれてきたあゆみさん。えけれど、その運命の日に悲劇が起ころうとしていることを先生とさくらさんはまだ知りません。なんだこれ、ストーリーが気になる。なんかね、ケンジ先生、いい声作ってる。いい声作ってる。さてと、さくらくん、それじゃあそろそろおしまいにするか。先生、今日はやけにそわそわしてますね。演技プラン似てるんだよ。そうかな。今日は本土からあゆみさんが来るんだもん。邪魔すんな、くそら。なんだあいつ。な、先生。誰だお前。うわあ、ほら、マサル。あら、マサルくん、こんにちは。邪魔すんだ、クソガキ。じゃあ、さくらさん。なんだ、そっか。あゆみさんが来るなら、そりゃ浮かれますよね。なるほどね。好きなのかね。ケンジ先生ってさ、こう見えて意外とわかりやすいから。うん、あほんと、ほんと。おい、マサル。なんだって、お前はこう。用もないのにしょっちゅうここへ来るんだ。先生の何知ってんだ、クソガキ。居心地いいんだもん。居心地がいい。そこがない、そこじゃないんだぞ。よくない。なんだい、ケン先生のケチンボ。お前誰だ。よく喋るさっきから。よく喋るな。まっすぐうちに帰れよ。まったく二度と来んな、クソガキ。もう先生ったらあんな風に言わなくたって。初めてだもん。で、あそこのうちって共働きでしょ。寂しいんですよ、あの子。カツオ。あー、わかってるよ。けど子供ってやつはどうも苦手でね。俺はもう先生冷たい。あゆみさんには優しいくせに。パロしょうがないだろ。やった。明日はちょっと初めてやった日なんだし、そんな日ぐらい優しくしなきゃ罰が当たるよ。じゃあ先生が来てからもう丸1年も経ったんだ。早いもんですね。ああ、そうだな。さ、それじゃあさくらくんもも帰りなさい。ここからエロい。ここからは大人の時間。大人の時間ってそういうこと。先生、また子供扱いして。そんなに年齢違わないんですよ。実年齢はね。まったく、ラリーの扱い方を知らないんだから。知ってるよ。先生、あゆみさんにも挨拶かさんで振られちゃいますよ。そいつは困る。私は全然困らないけど。あら、あ、いえいえ、別に。なんでもないです。あゆみさん来る。あ、ほら、噂をすれば。クソ、邪魔しやがって。あゆみさん、あゆみさんですよ、きっと。この子がそこの川で溺れてて。あら、え、溺れて引き上げたんだけども。あ、急患だ。もう死んじまってるかも。やばい。あー、マサルくん。あ、いやだ。なに、マサル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 、全然どうしよう。マサル、どうしよう、どうしよう。あー、聞こえた。容体は、容体は、死んでます。ねえ、クソ、モニター繋げて。やだ、マサルくん、死んでます。ねえ、誰、マサルくん。モニター繋ぎました。オーケー。さくらくん、なんかずっとグッと出てる、なぜか。すいません、心停止状態、チアノーゼが出ています。チアノーゼ、なんだ。心停止か、最初の5分が勝負だ。血流が止まれば必ず脳をやられる。なんてこと。心肺蘇生措置を始める。はい。
マサル相関して軌道を確保する。6ミリの機関内チューブ。はい、6ミリですね。高東京。はい。お、いいねいいね。メス。機関内チューブ。はい。切るな切るな。それと、さくら君は血管確保。Yes。いい返事だ。よし、スタイレット引き抜いて。おーい。いいコンビだよ。吸引しても自発呼吸なしか。これまずいですね。よし。脂肪はい心臓マッサージを始める。マサル、さくらくん、時計を見てくれ。今18時32分です。えよし始めるぞ。何の驚きだった。1、2、3、4、5 1、2、3、4、5 そのリズム合ってます。嫌なリズム。2、3、4、5 これ合ってますか。1、2、3、4、5 ちょっと違う。どうだ、脈拍ありません。依然心停止です。そう、エピネフリン1ミリとアトロピン 0.5 ミリを投与。あ、これかな。これ、これとこれ投与しました。マサル、マサル死ぬな。反応は依然フラットです。時間は18時42分10分経過してます。マサル終わりだ。搬入されるまでのロスを考えると15分、いや20分か。手遅れですね。やばい。仮に息を吹き返したとしても障害が残っちゃう。あっちっくしょう。先生、どうしてあの時マサルの相手をしてやらなかったんだ。俺は一緒に遊んでやれば川に落ちたりせずに済んだかもしれないのに。クソ、ね、確かに先生、何弱気になってんすか。先生らしくもない。さくら君、マサル君は助かります。絶対助かります。だから諦めてあじじゃべっす。あ、ああ、すまない。怖い怖い、なんか。はい。そうだ、俺は諦めない。必ずこの子を助けてみせる。そうですよ先生。心臓マッサージ再開する。オッケーでーす。感情が怖いな。時間は、いくらマサル、来い、戻ってこい、戻ってくるんだ。あ、ずっとやってる。マサル、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 マサル。あー、30分経過しました。マサル、30分もやってんだ。戻ってきてくれマサル。あ、あ、心拍戻りました。いや、やったー、やったー。サルくん、やげろ、やげろ、やげろ。マサル、先生、マサル、俺ら、ケンジだ先生、わかるかい先生。マサル、マサル目開けてる。マサル、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 そうだ、そうだ、ケンジだ。マサル、マサル、そして私はサクラよ。よし、私はサクラよ。マサル、聞くな、もう大丈夫。マサル君、よかった。本当によかった。まったく心配かけやがって。さあ、マサル君、もう休んで。怖っ。終わり方、終わり方。途中の盛り上がりとオチが釣り合ってない。あれもすごい高い、すごい。正確さもいい。でも下では絶対怒られてるよ。下はあれは褒めていいだろ。ああ、よかったよかった。よかった、今よかったわ。素晴らしい。マサルが本当によかった。マサルがね、マサルで助かったわ。よかった、マサル助かって、マサルよかった。それだけでいいわ、マサルが助かったもん。ラストですね。何やります。どれがいいかな。2人の頼むよ。ね、こっち右だったよね。見せてほしいな、強烈なの。そうね。でもなんか、やってんのはもう基本やってんだよな、ね、確かにね、2とかになっちゃうもんね。ロミジュリとか2じゃないやつ、まあ女子高生と家庭教師。あー、いいね。これと、あとはロミオとジュリエットも言ってなかったもんね。ロミジュリと、ロミジュリか。その下は、あ、そうか、お知らせ3とかだ。あ、あ、兄弟も。どれがいい、ガチさん。何でもいいよ、何でも付き合いますよ。ロミジュリしますか。いいですよ、じゃあ。いいね、ロミジュリ。もうミュージカルだからね。ガチさん、どっちでもいいですよ。男やりたいか、女やりたいか。まあ、今ずっと女だったら男だからじゃん。じゃあ、1P どっち。左が1P だった。これ 1P だった、俺が出たのが。じゃあ、ロミジュリですね。
あ、やば、入ってる。やっぱ早いね、役下ろすのが。ジュリエット早いのもうロミエットだもん。ジュリエット、うわ、すげえ。ジュリエット、そんなキャラじゃない。同じ演技っすね。ジュリエットはどうしよう。さすがにあの声は出てこないでしょ。黒崎様さすがに、あいつじゃないよ。あれは出てこないよ。あれはもう、あれ、桔梗屋のみのあれだから。さすがにそうだよね。さすがにそうよね、役作りが。違うよね、ラミア様。かつて花の出るものはいずれ起こらぬ名門キャプレット家の卑弥呼様の言い方なんだよ。しかし両家の宿念は随分と根が深く、船の正しい構想を生み、その激しさにはいとまがありません。障害があるんだな、二人の間には。宿敵キャプレット家のパーティーにモンタギュー家の息子ロミオが密かに訪れたのは、かっこいいね、ひとえに恋しいロザライン会いたさだったのですが、しかしロミオはそのパーティーであろうことかキャピレット家の一人娘ジュリエットに恋をしてしまったのです。オッケーオッケー、ジュリエット、美しい女性ね、役できてきた、うん、できてきた、はい、あよしよし、悲しい話なんだっけ、ロミオとジュリエット、まあ非恋なのかな、そうだよね、なんだあのマスク、キュピレットのパーティーなど来るのではなかった。ロザラインへの恋が僕に向けないと思って、何を言っても心を追うことがない。鼻につく芝居が来た。あれは誰だ、あの美しい霊長。あ、もういきなり気になっちゃったんだね。すすす。おじさん。あー、すごく胸がドキドキしてる。どうして、うるさい、あの人ずっとうるさい、さっき確かに目と目があってしっかりと私を見た。あなたは一体声でかー、ちょっと入ってキャーだ、誰、あ、入ってんだよバカが、申し訳ありません、聖女さん、誰、もし僕の手があなたを清らかでお願いしたら、その償いを僕の夢がミュージカルやめろ、あなたは乗るな純礼様、粗骨だなんてそんな言い方をして、あなたの手がかわいそうねえ、知っていて、本当はどうして手のひらと手のひらを合わせるのが神聖な純礼のキスなのよ。これがキスなのですか、生徒様にも僕にも唇があると言うの、まあ純礼様、唇はお祈りの時に使うものよ。ああ、愛しい聖者よ。聖のキスは失うと唇はダメだと。どうか僕の願いを叶えてください。いいえ、ダメよ。聖者はお願いを聞いてあげるだけ。心を起こされないの。ならば僕は聖者様のあなたの心を浮かせてみせましょう。なんで片方ミュージカルなんだよ。片方ミュージカルも同じだった。僕から見たことない。清められました。では、私の唇はその罪をあなたの唇の業を背負わなければならないのですね。いや、そんなことはさせられない。では、その罪をもう一度僕の唇にお申しください。お嬢様、あら、お嬢様、ああ、邪魔が入っちゃった、ね、お母様がお呼びでございますよ。ああ、さあ、あちらでいいよ。ガチマン違うのよ。美しい僕の聖女よ、彼女は一体どこの誰なのだ。桔梗屋でございます。出てくんだ、出てくるな。超短かったな。確かに短い、ね、あ、なんでひどいな、なんで、あの二人ひどいな、で一番ひどいぞこれ。ひどい。俺は頑張ってたよね、頑張ってたのに、ちゃんと乗り切ってたのに。うん、まあほぼ声優か、ほぼ声優、まあ、声優だよね。やっぱ感情と声量大事だからね。そうね、正確さは必要ないから、やっぱアドリブ多い方が現場も盛り上がるっていう、盛り上がる、聞きます、うん、聞きます。これからも声優としてやっていこう、やっていくよ、ね、これ連絡くんだわ、事務所から。いや来るよ、来ちゃうな、所属しませんか、もまだフリーだったらぜひ。確かに青鬼かな。青鬼かな、やっぱ預かり所属吹っ飛ばしてね、そういう感じになるかな、来ちゃうかもな。じゃあ考えさせてもらいます。怒られるわ。はい、待ってます。